こうあり方といいますか、うん、をあの教えていただければと思います。ですから、はい、お宅の方がよく知ってるよ、アイデアの勝負。皆さん、アイデアを出してきた男や女を絶対に叱ってはいけない。何にも育てないで、できるやつはどんどん育てて、今後、まあ、今回のテーマでもあります、その日本をこう復興してこう立ち上がろうと思っているときに、特に求められる能力だとか、この能力を磨いていくべきだとか、そういったところがあるし、学校行かなくたって心配ない。下手に学校行くと、皆さんの考えが資格の箱に入れられてますから、やりたいことをやんない。俗に言う、自分に感動するってなる。やりたいことをやるのよ。で、1回失敗、2回失敗、3回失敗、もっとやめくれよ。で、自分に優しくするな、ね、自分の夢とか希望とか、それを非常に大切にしなきゃ。それしか生きがいない。親が何を言おうが、友達が何を言おうが、自分のやりたいことだけに集中。皆さん、もう何か計画して失敗したらどうしよう。失敗しろこの野郎。その失敗がどれだけ貴重な体験か。皆さん、挫折ってな、失敗したと思ってそこでやめるからじゃん。続けや、努力が続いてんね。私の仕事っていうのは掃除、ダスキンです、掃除なんですが、日本の小学校では自分たちの教室とか自分たちの部屋を自分たちで掃除するという、まあ、こういう文化がある。こういうことが日本人のですね、まあ、強さというか、優秀性だったりそういったことにつながってるんじゃないかというふうに密かに思ってるんですが、そういったところというのは本当にあるのかなと思いまして、行きたいと思いました。自分が使ったところを自分が整理整頓するというのは、これから日本専念続けた方がよろしい。非常に習慣です。まあ、昔からアメリカは自由の国と言われている、その自由をテーマに、まあ、先生がどのように、自由というのをお考えからちょっとお聞かせいただければと思います。まず自由で一番大切なのは言論の自由です。物を言う自由です。日本へ帰ってきて言っちゃいけないことがたくさんあるので驚きました。私たちが自由に発言しなかったら、民主主義という言葉なんか使うな。日本はそれほど表面的に平和ですけど、なんかさ、表面的に平和家畜みたい。説明の次元じゃないのすでに、ね、もう新興宗教の世界。コロナ様に、コロナが神様で、この人が全部決めてるんで、これから日本が良くなるの政治家にとって悪い方が皆さんをコントロールしやすい。だからおそらくこのコロナを延々と使って、コロナコロナコロナ怖い、なんで日本も誰も責任取らない。だからこのコロナには絶対に裏がありますよ。お金が動いてるのか、力が動いてるのか、どっかの国を潰すつもりか、人口を減らすつもりか、何でも言いますけど、皆さん気をつけなさいよ。コロナコロナと言ってる間に皆さん完璧に経済と政治と生活を潰されますよ。これからもどのように私たちが真実を追求してそれに向かってどう乗り越えていくのかっていうようなことに対してアドバイスをいただけるとありがたいんですけど、皆さんが今されていることが非常にいいことです。誰か他の先生方も来てお話しされます。で、これが本当ですよ、本当ですよ、本当かもしれない。しかしこれに対抗する意見ってどっかにありますから、それも読まなきゃいけません。真実っていうのは追わなきゃ。